ピオリアはアメリカ合衆国イリノイ州ピオリア軍でイリノイ側に総最大の都市であり同軍の軍庁所在地である。ピオリアの名前はアメリカインディアンのピオリア族にちなむものである。2000年国勢調査での人口は112,936人でイリノイ州第5位だったが2010年には115,007人となって州内第7位になっていた。 ピオリア都市圏としては2008年の人口は372,487人となっており、シカゴ都市圏、セントルイス都市圏のメトロイースト部に続いて、州内第3位だった。ピオリアはその人口動態や中西部文化の主流と認識されていることで、アメリカの平均的都市の代表として有名である。旅回りボードビル芸人の間では、ピオリアで成功したならば、 どこでもうまくいくと言われてきた。ピオリアでうまくいくかい,いという疑問文がアメリカ大衆の主流に訴えるものであるかどうかの陰誘になってきており、新しい商品、サービス及び世論調査では市場調査の場所として使われることが多い。2008年以来の住宅市場危機において全米のどの市場と比較しても、 ピオリアの住宅ストックがほどほどだったので、なんとか危機を乗り切っている。現在オバマ政権で運輸長官を務めているレーモンド・ラフトがピオリアを本拠にしている。ダウ・ジョーンズ工業株30種平均を構成する会社の一つであるキャタピラー社がピオリアに本社を置いている。ピオリアは17世紀の探検者たちがミシシッピ側からイリノイ側にまず分け入ってきたので、イリノイ州では サイコクラスの開拓地である。ピオリア市となった土地に最初に入植されたのは、フランス人探検家ラサールとアンリデ・トンティが、クレブキュール砦を建設した1680年のことだった。この砦は後に燃やされて怪人に返し、1813年にクラークトリデが建設された。1825年にピオリア軍が創設され、クラークトリデが正式に、ピオリアと命名された。 1835年3月11日に村として編入された。この自治体には村長がおらず、1835年から1836年までルドルファ・スラウズが村議長を務めていた。最初の警察署長はジョン・ビー・リシュクであり、1837年に指名された。市政は1845年4月21日に執行され、この時点で 村議長の時代が終わり市長制に変わって、初代市長は、ウィリアム・ヘイルが務めた。1854年10月16日、ピオリアで、エイブラハム・リン・カーンが初めて、アメリカ合衆国は、奴隷制を制限し、最終的に排除する方向に動くべきであるという、立場を公にした。これは、カンザス・ネブラス化法のような歴史的妥協に、真っ向から反対するものだった。 この演説はおそらく12日前のスプリングフィールドで行ったものと類似しており、その後にはスティーブン・ダグラスの演説があった。リンカーンとダグラスは1858年のリンカー・ダグラス討論で定期的に討論を行うことになった。ピオリアで初めての主要な産業といえば、1830年にジョン・ハムリンがキカプー・クリークソいで 小麦粉製粉所を建設したことだった。1837年、次の産業として、イーカイノーランドが、豚肉化工業を始めた。その後ピオリアではゆっくりと産業が成長し、入馬車の工場、製糖業、卸売倉庫、芋の工場、葡萄糖工場、製氷業及び、家具工場などが加わった。アンドリュー・アイトルやアルミロン・エスコールのおかげで上流種、製造業では、 世界最初のリーダーになった。この頃ピオリアには22カ所の上流種製造所と数多くの醸造所があった。これとともに全米のどの単一地区よりも多いアルコールに課される内国税収入を生み出した。ピオリアは禁酒法時代には主要な密造地域にもなり有名なギャングであるセルトン兄弟の本拠地になった。この大きな成功で美しい支度、学校、 公園、教会、さらに市役所など建設ブームに沸いた。上流種製造業に加えて、1837年に、ウィリアム・ナースによる農業機械製造所が登場した。1843年頃にトビーとアンダーソンと呼ばれる二人の男が、鉄製スキーを導入し、即座に成功を生んだ。ピオリアで、支配的な製造業としては、キングマンス機会社、 アクメハーベスター会社、セルビー、スターカンパニー及びアベリー製造会社があった。1889年、キーストーン・スティールアイアが最初の鉄線フェンスを開発し、それ以来国内でも指導的製造者になった。1880年代頃、ラウズ・ハザードのような企業が世界中で自転車とその付属品を扱い輸入する業者となった。 自転車製造業者の一つであるチャールズ・デュリエイが1893年にアメリカ合衆国では初の商業生産可能なガソリンエンジン駆動自動車を開発した。この頃農業器具の生産量が減退し土木機械やトラクターの会社が急成長してピオリアはこの分野で世界のリーダーになった。1925年キャタピラートラクター社が ベンジャミン・ホルト社とシーエルベストトラクター社を合わせて結成された。1935年にロバート・ジール・トゥルノーの土木機械会社が地なら式やブルドーザーの生産を始め、これが後に小松ドレッサー、ホールパック事業部に発展した。ピオリアは北緯40度43分15秒成形89度36分34秒。 北緯40.72083度整形、89.60944度、40.72083-89.60944に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は46.6平方マイル、このうち陸地は44.4平方マイル、水面は2.2平方マイルで、水域率は4.78%である。 ピオリアは東をイリノイ側に接している。飛び地のピオリアハイツがあるが、これも川に接している。川向こうのイーストピオリアとの間には4つの橋が、架けられている。ピオリアの西側境界南端には、バートンビルと新しく設立されたウェストピオリアがある。地元の計画では、ピオリア市が拡張を続け、非公式に、ダンラップの一部と考えられている部分まで伸びる、予定である。 ピオリア市にはアメリカ合衆国裁判所であるピオリアシベックセンターがありキャタピラー社の世界本社があるピオリアの経済で医療が主要な地位を占めるようになった3カ所の主要病院に加えてアメリカ合衆国農務省の農業利用研究国立センターがピオリアにあるこの研究所はペニシリンの大量生産方式が開発されたところであるピオリアの中心街には 企業、市政府、会議、教育及び医療施設がある。またピオリアシビックセンター、アポロ劇場及びオブライエンフィールドがあり、川端近くは芸術、食事及び娯楽の地域になっている。中心街はまたコンドミニアム、アパート及び川に面したロフトなど、高層の住宅開発も含まれている。これらのいくつかは、オフィスビルや倉庫が住居に転換された。 セオドアル・ウズベルト大統領が1910年に訪問したとき、世界でも最も美しい道路と呼んだと伝えられるグランドビュードライブはピオリアとピオリアハイツを抜けて走っている。この道路に加え、ピオリア公園地区には9000ウェーカーの公園を誇っており、グレーウォーク動物園と5つのパブリックゴルフコースがある。またいくつかのプライベートあるいは半プライベートのゴルフコースもある。 ピオリア公園地区は、イリノイ州でも最初で今も、最大の公園地区であり、2001年の公園と、レクリエーション、クラス2で優秀賞の国家金メダルを獲得した。ピオリアにある博物館としては、芸術と科学のためのレイクビュー博物館と、ホイールオータイム博物館がある。中心街に建設中である新しい博物館広場は、新しい地域博物館。 プラネタリウム及びキャタピラーワールドビジターセンターを収容する予定である。毎年夏に開かれるスティームボートクラシックは世界でも最大の4マイル競争であり国際的ランナーを引きつけている。マディソン劇場ピオリアシンフォニーオーケストラは国内でも10番目に古い公共楽団である。他にもオペラ入りのい、ピオリア市民バンド、ピオリア地域市民コーラス、 中央イリノイ青年交響楽団及びピオリアバレエとイリノイバレエの二つのバレエ団がある。いくつかの地域社会トップロの劇団がピオリア周辺に本拠地を持っており、国内でも4番目、イリノイ州では最古の古い地域社会劇団であるピオリアプレイヤーズがある。コーンストック劇団がピオリアにあるもう一つの地域社会劇団であり、イリノイ州中部では唯一の屋外劇団である。 ピオリアの東大芸術センターと国内でも喜劇場やブロードウェイツーリング会社など様々な旅行賞やコンサートを開催するいくつかの会場がピオリア周辺にある。クレンウォーク公園にあるピオリア動物園には大きな改装と拡張工事が始まった。これが完成すると新しい動物園は3倍の広さになりアフリカンサファリの展示も行われる。 工事は2006年秋に始まった。さらに対話型子供博物館であるピオリアプレイハウスは動物園の拡張とグレンウォーク公園の強化に関連して計画されているピオリアジュニアリーグで加速されている。ピオリアでは1949年以来毎年ハートオブイリノイフェアを開催している。この祭りでは家畜の競争、乗馬、出店、オートバイレース、 およびコンサートが行われている。ゴールドディスクを4度獲得したロックグループのマッドベインはピオリア出身である。登録歴史史跡、編集ピーアーマーケットホテルその他の見どころ、編集著名な建築物、編集ピオリアはアメリカンホッケーリーグのピオリア・リバーマンの本拠地である。現在のホッケーチームはピオリア・リバーマンという名前を使う3番目のチームであり、 2005年10月にピオリアシビックセンターで競技を開始した NHL のセントルイスブルースの参加となっているクラス A マイナーリーグベースボールのピオリアチーフスがピオリア中心街に近いオブライエンフィールドを本拠地にしているこのチームはセントルイスカージナルス参加でありミッドウェストリーグに所属しているピオリアサンデーモーニングリーグは91年間と 国内でも最も長く続いているセミプロの野球リーグである。このリーグはカービー・パケット、マイクダウン及びジム・トーミなど多くの元大リーガーが出たことを誇っている。ピオリアはアリーナフットボールリーグ2のピオリアパイレーツが2009年半ばまでプレーしていたが新しい買い手が見つからずに解散された。1946年ピオリア・レッドウィングスが 全米女子プロ野球リーグのチームとして創設された。レッドウィグングスはリーグに加盟した12チームのうち9番目であり、12年間存在したリーグの6年間に参加した。レッドウイングスは1951年のシーズン後に解散し、リーグは1954年に解体された。ピオリアラグビーフットボールクラブはピオリアで初めてのラグビークラブである。 1974年以降ピオリアでは毎年4マイルと15キロメートルの競争であるスティームボートクラシックを開催してきた。2007年では4000人以上の参加者があった。ピオリア地域は全米のラジオ市場では第150位の大きさであり、テレビでは第117位である。地域内には20以上の商業ラジオ放送局、3個の非商業ラジオ局、 6個のテレビ放送局及び2つの日刊誌がある。シビックセンターピオリアシビックセンターには競技場、会議場及び劇場が入っており、1980年代初期に完成した。設計は有名な建築家子フィリップ・ジョンソンだった。3つの建物は全天公営の対処と美観のために、ガラス板の閉鎖型アーケードで接続されている。2007年時点で、 より大きな会議と娯楽の会場とする要求に応え、5、500万ドルをかけた改装と拡張を完成した、ルネッサンスパークは当初ピオリア医療工学地区として2003年5月に開設された研究パークである。9つの住宅地区、ブラッドリー大学、医療地区、キャタピラー社世界本社及び農業、利用研究国立センターで構成されている。 ピオリアネクスト革新センターが2007年8月にオープンし、間室双方の研究室を備え、また、新興会社のための会議や事務所スペースも備えている。ピオリア地域では、毎年研究開発に10億ドル以上が投じられている。1億ドルを投資するレイクビュー博物館広場は、キャタピラー社の歴史を文書化する博物館の提案と時を同じくしており、 イリノイ側に沿ったピオリア中心街で6.8エーカーの開発計画が提案されている。この博物館計画は2008年半ばから中断されてきた。しかし、4月の住民投票により、このプロジェクトの予算を集めるために、ピオリア軍全体で増税することが認められた。予定地の大半は現在キャタピラー社の臨時駐車場として使われており、 現在の駐車施設の修繕が終わるのを待っている状態である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。特別調査が2004年と2007年に行われ、2000年以降の人口増は主に北西部の回廊で県庁で8455人となっており、2007年の人口は121.391人となった。都市圏では37万人となっており、 これには、ピオリア軍、テイズウェル軍、ウッドフォード軍、スターク軍及び、マーシャル軍が含まれている。この地域の郊外部や町としては、バートンビル、ベルビュー、クレーブキュール、ダンラップ、イーストピオリア、ジャーマンタウンヒルズ、グラブランド、マルケットハイツ、メタモラ、モートン、ノース・ペキン、ペキン、ピオリアハイツ、ポッツタウン、ローム、トレモント、ワシントン、 およびウェストピオリアがある。ピオリアは市長と10人の市政委員会委員によって行政が行われている。市内は5つの行政区に分けられている。市政委員会委員のうち5人は全市を選挙区として選ばれている。現在の市長はジム・アーディス。市事務官はメアリー・エル・ヘインズである。ボニー・ピー・ヤビンが査定官であり、財務官はレジナルド・エウィリスである。 ピオリアシティタウンシップは、ピオリア市とは別の生態であり、都市の大半にある行政区タウンシップ政府の機能を果たしている。このタウンシップの境界は1991年までピオリア市と一致しており、この時現在の境界に凍結された。ピオリア市自体は、ピオリアシティタウンシップの外への拡張を続けきかぶ、キカータウンシップやメディナタウンシップ、ラドナータウンシップにまで広がった。 先の凍結の前の年月では、ピオリアシティタウンシップは、リッチウッドタウンシップの以前の地域の大半と、現在のウエストピオリアタウンシップを取り込んで、成長していた。ディンジェルダイン音楽センター、ブラッドリー大学ピオリア市の教育は4つの公立12年生、教育学区で運営されている。ローマカトリック教会ピオリア教区が市内で6つの学校を運営している。 小学校5つとピオリアノートルダム高校である。向かい派のピオリアクリスチャンスクールは小学校、中学校及び高校を一つずつ運営している。さらにピオリアクリスチャンスクール、コンコーディアンルーテランスクール、ピオリアアカデミー、クライストルーテランスクール及びその他いくつかの小さな私立学校がある。市内にはブラッドリー大学、ミッドステートカレッジ、イリノイーカ大学ピオリア校、 イリノイセントラルカレッジの中心街とノースのキャンパス、及びロバートモリス大学のピオリアキャンパスがある。さらにユーレカカレッジとイリノイセントラルカレッジの主キャンパスが近郊にある。健康医療産業は、ピオリア経済の少なくとも25%を占めている。オセフ、セントフランシス医療センター、メソジスト、イリノイ医療センター及び、プロクター病院の三大病院がある。 さらに、イリノイ子ども病院、イリノイ医科大学ピオリア校及び、セントジュード子ども研究病院が市内にある。これらの病院はすべて週間高速道路74号線と、イリノイ州道40号線の交差点周辺にある、医療地区にあり、市南東部の中心街に隣接している。ただし、プロクター病院だけは、市の帰下中心にある。周辺の町は、プロクター病院。 北京記念病院、ユーレカ病院、およびホープデール医療複合施設がサポートしている。マレーベイカー教習館高速道路とアメリカ国道、編集習館高速道路74号線は、市の北西から中心街を抜けて南東に走っている。道474号線は74号線の南部バイパスであり、ピオリアの一部やバートンビルとクレーブキュール郊外を走っている。 74号線はマレーベーカー橋でイリノイ川を越え、474号線はシェードルマン橋で越えている。74号線を通じて最も近い都市圏は西のゲールズバーグと東のブルーミントンノーマルである。また、週間高速道路155号線がモートンから南寄りに週間高速道路55号線とつながり、セントルイスに至っている。 2004年から2006年、西の週刊高速道路474号線と、東のイリノイ州道8号線の間の、週刊高速道路74号線は、アップグレード74プロジェクトの一部として、再建された。さらに、アメリカ国道24号線が、イリノイ側のピオリア側を走っており、アダムズ通りとワシントン通りの部分として、中心街の幹線となり、その後は、 ピオリアの南端でアダムズ通りに変わる、ワシントン通りとして、南西のバートンビル方向に向かう。アメリカ国道150号線は、ピオリア地域北部の幹線であり、西のキカプー方向に向かう前に戦争記念通りに変わる。これらの道はどちらも、マッカルゲージ橋の東から市内に入って、1 5 5号線は南東のモートンへ、24号線は真東のワシントンに向かう。 修道、編集次の修道が、ピオリア市内を通っている。ザ・フォローイング・ステート・ルーツ、ランスルーペリア、計画中のイリノイ修道336号線は、イリノイ修道8号線と、同116号線の間で、週間高速道路474号線と、イリノイ修道336号線をつなぐ。ピオリアに、 最も近い部分の建設は始まっていないし、予算化もまだである。鉄道輸送、編集ピオリア都市圏には、一般運送業者の鉄道10路線がある。4線は、クラス1の BNS 界、カナディアンナショナル、ノンホークサザン及びユニオンパシフィックの各線である。ユニオンパシフィックの線は南北に走って、市内生誕をかすめているが、そこから視線が出て、ピオリアに入る。 クラス2地域線のアイオワ州間鉄道は、ビューロージャンクションから出て、市内に入る。クラス3単線鉄道が5線あり、セントラルイリノイ鉄道、ジェネシーワイオミング鉄道が所有する2線である、イリノイミッドランド鉄道とテイズウエルピオリア鉄道、パイオニアレールコープのケオククジャンクション鉄道、さらに5番目は、BNSF の線を使って、ゲールバーグに入り、自社線で、 インディアナ州のローガンスポートに行く、レールアメリカのトレドピオリアウェスタン鉄道である。ピオリアと他の都市中心をつなぐ、旅客船はないが、この可能性とセントルイスからシカゴをつなぐ、鉄道船の可能性があり、調査中である。公共輸送、編集オーピオリア大量輸送地区が、公共バスを運行しており、シティリンクという名前で二重路線があって、市内入りのイセントラルカレッジ及びイーストピオリア、 ピオリアハイツ、ウェストピオリア及び、ピオリアと北京の間の要所をつないでいる。空路、編集ジェネラルウェインドーニングピオリア国際空港が、ピオリアと周辺の地域社会に供されている。この空港では、ユナイテッド航空、アメリカン航空、デルタ航空、ノースウェスト航空及び、アレジャント航空の5社の航空船や多くの貨物、航空船が利用できる。直行便がある都市は、 アトランタ、シカゴ、ダラスとフォートワース、ラスベガス、ミネアポリスとセントポール、デトロイト、デンバー、オーランド、フォートローダーデール、フェニックス、およびタンパがある。貨物航空船はフェデックス、UPS およびエアボーンエクスプレスがある。マウントホーリー空港は市内北端にあり、一般航空を受け入れている。周辺3群内には他にも多くの一般航空空港がある。 川向こうの北京にある北京市民空港も地域のように供している。アリゾナ州フェニックスの郊外にあるピオリアはイリノイ州ピオリア出身のジョセフ・ B ・グリーンハットとデロセ・エス・ブラウンという二人が1890年にアリゾナの町を設立してその故郷にちなむ名前をつけたいと考えたのでこの名前が付けられた。ピオリアの姉妹都市としてはドイツのフリードリヒスハーフェン。 中国の遼寧省本掲氏及びアイルランドのクロンメルがある。最近、ハリケーンカトリーナの災害から復興を助けるためにミシシッピ州、ビロクシとも姉妹都市になった。ありがとうございます。